はい、くらチャンネルです。今日は八坂ダム、少し少し秋らしくなってきましたんで、横の動きに反応するかな。スタート。ハイパークランク、眩しい。23.2度。横の動きに反応するかなっていうオープニングだったのに全然よくない。ダメショット投げてる。釣れてる。釣れてた。テタですね。意外に2個引く。うわ、めっちゃ引くんじゃけど。楽しい。楽しいじゃん。あ、意外にいい。けど。これ揉んでないあんた。大丈夫。テタからね。テタから飲んでる。だってよれてたんだもん。何？どれ？初バス。あ、初バスじゃない。今日バス。今日初めてのバス。釣れてるじゃない。釣れてないわ。何これ？なんか来てる？ボートを引っ張ってる？何これ？なんか重みがあるんだけど。生命感はないんだけど。あ、パス。生命感きた。え？何？バスっていうか、魚やね。魚だ。生命感きた。よいしょ。ちっちゃい。ちっちゃいよ。巻きすぎたよ。そんなに？そんなにやらんでも大丈夫やない？勢いいいよ。はい。そこ来たら急に重くなったんだもん。匂いしてもらう。2個あるぐらいだね。リリあるぐらい。いやいや、俺の勝ち。あ、負けた。セブンイレブンさんのなんだ、ふんわりツナポテトマフィン。マフィンで何？今がマフィン。ねえ、マフィンって何？ねえ、マフィン。ねえ、マフィンって何？戻ったらラインが疑問でなっとった。マフィンって何？マフィン。ねえ、マフィンって。ねえ、マフィンって何？ねえ。バンズみたいなのあるしょ。はいはい。もう抜き上げれるやろ。ちっちゃいのは釣れるね。ちっちゃいね。うん、ワッキー。じゃじゃん。さっきよりちょっとちっちゃい。寒。うん。人間が寒い。
暑いな。三段目ぐらい泳いで。じゃあ。でもあれスイッチ入らんと不安ような感じだったけどね。ふらふら。今日どこ行くって感じの二人だった。そんなチャラかった。うん、チャラかった。今日どこ行く？岬でちょっと捕食しちゃう？捕食。おっ。なあ、乗ってない。スイミング？一回着水させて、そこからこうちょっと浮かしてするとスイミング。へえ。なあ、久々だった。ハートテールのスイミングはこうか。今かった。なんか今日朝からグラブなイメージはあったんだけど。ベイト？ないな、なんかないような気がする。ちょっとだけ。ここ深い？ちょっとだけこのベイト。でも浅いよね、このベイト。おー、でもついてきた。ちっこいのが。同じ大きさがついてきた。仲間だと。どこ行くん、どこ行くんってついてきた。やる？みんなそういう。そうなん。だってサイズはあれだけど、もう30分ぐらい釣れますけど、ね、えこれで。なんなんそれ。あのキャロシャッド。ああ、で、まああのワム見切るんですよ。うん、ワム見切るから巻物で入れたいんですけど、ほほほ、かっけー。こんな感じで絶対動画使うま。サイズは取れんけど、うん、こんな感じで 早巻きで通せるじゃないですか。はあ、シンカーつけて、うん、でその狙ったレンジまで入れてみたいな。へえー、っていう。何メーターぐらいのとこ引きよん。朝は5メーター6メーター、今は7、8ぐらいになってますね。はあ、魚に映るじゃないですか、魚取った時に。まあ今はドラッキングしてましたけど、あ、魚映ったわって思ったら通ったぐらいに。へえ。いや、なんかいいっすよ。おもんないな。やってみればいい。普通キャロシャットってなんかこうパン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 やるでしょ。でパン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 やるんじゃなくて、あの普通に引いてるだけ。そうそう、ダートしても飛ばないようなやつの方が逆にいいんですよ。へえ。動きが破綻しないんで。でまあこう岬あったら、あの辺が6、7かなとか8、9かなみたいな感じで、ポリヤーって投げて、あとはもうさ、これさすがに今言ってたの知れないと思うんですけど、投げてプルプル確認して、まあ何本か竿3本分ぐらいしかね、こう沈めの沈めたらば、あとはもう、もうツアーが泳ぐ限界の速度で、ほんまに行くんです。ドラッキングだったら3キロぐらいです。クランクだったら無理でしょ。これシャッツだったらできるんですよ。で、シャッツだったら食うんですよ。
めっちゃ楽しいってなってる、うん、最近のもう、あ、もう今動画的に、いやいやいや、まあ、魚いやつもいっぱいいますけど、でもワームだったらそもそも見切って食わんじゃないですか、うん、シャッドだったらまあ食うし、なんなら針出とるじゃないですか、うん、かかりやすいんですよ。まあ、かからなかったけど今。踏もうかな。ベビーシャがいいですよ、ベビーシャ。ベビーシャットね。ベビーシャとか、あの、なんだろう。とにかく、あの、ダートしないやつ。さあ、行くぞ。スープ、うん、タクちゃん釣れたよ、釣れたよ、ベビーシャットのキャロ。ベビーシャ、ほい、バス、ありがとう。どこしか釣れるわけだよね。なんかおったら釣れる。釣れる？あれ、もう当たったりも聞こえしたけど。お、お、お。お。違うと思ってやり過ごしてしまった。お、ちょっといいじゃない？ちょっといいじゃん。あ、そうでもなかったな。そうでもないね。でも何メーターそれ。相当深いんじゃない。お、食った。おっきいか。わがね、じゃあ一緒だろ。いやいや一緒だ。アジだ、アジ。アジさ、うん、あら、ちょっと早巻きにしたら食った。ちょっと食った。ナイスフィッシュ。これこれで釣れた。じゃんじゃん。6インチグラムね。うん、ジャンボグラムって何？スイミング？スイミングです。今のは完全なスイミングです。ちょっと速度を上げた瞬間にピョッてきた。へえ。それまで全然来なかった。ゆっくりだった。お、連発？からここまでが長かった。
こっち側に来て、出てきた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 、うん、ものすごいスピードで泳いだ、ね、あ、風です。下手くそ。当たるけどこれは乗らねえで。こいか。さすがにハートテールオリジナルクレーンやろ。モフって食べるっていうより泳いできて食べましたみたいな感じじゃない。わかる、うん、分からん。あ、あ、餌があった。パフって食うんじゃなくて餌だーって泳いできて食べる。いい感じ。ゴリゴリ見た。ほい。あー、乗った。乗ってない。持ってないな。いや、当たるけどな。パターンはパターンっぽいな。確かに横の動きには反応しようかな。おお、かっこいい。今の音がかっこよかった。そのままテンションかけたまま、たテンションかけた、そうそうそう、テンションかけたままかけた、そのあネットが落ちる。それもう抜き上げた方がいいよ。かっこいいフッキングだった今の。効果、はい、ナイスフィッシュです。